ジーケンスタジオご覧の皆さん、こんにちは。ジーケンでございます。よろしくお願いします。そして、本日もカメラマン小葉くん、お願いします。お願いします。お願いします。はい、なんかちょっと改まった感じではあるんですけれども、ついにこの動画を出す日が来ましたね。いや、やっとですね。やっと来ました。何かと言いますと、今回この YouTube をですね、展開していくにあたって、動画のコンテンツの大元となるですね、私のアパレルブランドの紹介という動画になります。おかしい文章、大丈夫だよね。緊張しています。遡ること約3ヶ月ぐらいですかね。私アトモスを卒業した上でですね、何をするかというと、自分自身のアパレルのブランドっていうのを立ち上げたいっていうところで卒業するという運びになり、最初はね、 YouTube チャンネルっていうところでいろいろと、まあそれこそ先日でいう大阪行ったりですとか、いろいろな方とのお話とかでね、僕の人となりだったりとか、僕が今チェックしているものとかっていうのをご覧いただいているかと思うんですけども、この YouTube チャンネルの一番のコンテンツは何かというと、僕自身のアパレルっていうところの紹介、そして拡散っていうか告知というか、そういった動画になりますので、これが本当の僕がやりたかった動画というような形になるかなと思います。その第一発目の動画になるので、まあ、若干の緊張感はあるんですけれども、まず最初に、なんでそもそも僕がこのアパレルブランドをやるかっていう風なところからちょっと説明していきたいなと思います。なぜ大きい会社を辞めて自分自身でやっていきたいかっていうふうになった時なんですけれども、そもそもなんですが、ファッションっていうカテゴリーがありますよね。大きいカテゴリーの中に、これはあくまでも個人的な意見ではあります。まあなんなら多分これから話するのはほぼほぼ個人的な意見なので、別にそれが正解だとかっていうのがないです。そこはあらかじめご了承ください、それを踏まえた上でちょっとお話聞いていただけたらなと思います。まあファッションっていう大きい括りがありまして、でスニーカーっていうカテゴリーがその中に入っていると思ってるんですよね、僕は。その中でスニーカーを楽しむ方、スニーカーをメインとしたスタイリングをされている方とかっていうのが、ある意味僕の周りとかには結構いらっしゃると。ただそのカテゴリーはちっちゃいですよね、ファッションの中で言うと。まあスニーカーが好きなスタイリングをされている方っていうのが少なからず、ちょっとこう一辺倒になってるんじゃないかなと私は思いましてですね、おこがましいですけども、7、8年、9年ぐらいは渋谷原宿に僕もショップスタッフとしてね、働いていた身ですから、いろいろな情報が来るわけですよ。その中で俯瞰してスニーカーが好きな方のスタイリングっていうのを見た時に、なんか同じような服装をされている方が多いのかなというふうに感じまして、別にもう本当にね、否定してるわけでは全くないんですよ。ファッション自由だっていうふうにも話をしていらっしゃる方も多いと思いますし、誰に何を言われようと、これが僕のスタイリングですっていうふうになれば全然それでいいんですよ。ただその選択肢を一個増やしたいなっていうのがあったんですよね、僕の中で。とはいえ僕自身も言ったら、そういったスニーカーが好きな人たちが好まれるスタイリングっていうものとは全く違うとも言わないです。言わないんですけど、サイズ感だったりとか、まあ、色合わせだったりとか、まあ、そういったのも含めると、ちょっとはなんかこう違う風に見えてるのかなとも思ってはいるんですよ。まあですので、個人的にはまあ先ほども言いましたけど、やっぱりこうスタイリングとかファッションっていうところ、特にスニーカーが好きな方がこのチャンネルとかを見てくださってると思うんですけども、まあ僕も同じです。スニーカーが好きっていうところで言うと本当に同じだと思うんですよ。ただ服装自体の一つの選択肢を増やしたいっていう、それは僕の着こなし、僕のスタイリングっていうのもそうですけども、やっぱ僕のブランドっていうものを通していろいろと皆様にお届けして、ちょっと違った、きっと皆様がやられているような服装からちょっと挑戦的なスタイリングになっていくと思うんですね。ですのでそういう風な意味も込めて、ちょっと僕の今は微力かもしれないんですけれども、自分自身の世界観っていうところをいろいろなアイテムに落とし込んで皆様に提供できればなと思っております。ざっくり、すいません、簡単でもねえか、結構話したなただそういう風な気持ちで今動いています。で、まあ、3ヶ月経って全然こうアパレルの動きっていうところは正直見せれてなかったんですけれども、いよいよ、まあ、サンプルも出来上がって、今ですね絶賛撮影の準備に取り掛かっている最中という形ではありますが、本当にこのタイミングで皆様にお伝えするっていう形になりました。ちょっと3ヶ月ぐらい間が空いたんですけれども、アトモスを辞めてからですので、皆様ぜひねチェックしていただけたらなと思います。
そして気になってくださったら嬉しいんですけども、僕のブランドの名前ですね。僕のブランドの名前が 12% という名前にいたしました。拍手なのかな。ありがとうございます。 12% いわゆる 12% ということで、何の数字っていうことになると思うんですけれども、僕映画がめちゃくちゃ好きで、まあある映画の中でですね、主人公のチームがあって作戦会議すると、で今から立ち向かう敵はほぼ勝てないと、そんななった時に、まあ主人公が、いや俺にはプランがあると、この成功するプランの一部は考えてあるっていう風な言葉を言うんですね。であるそのチームの一人がですね、それお前何パーセントだと言われた時に、ちょっと分かんないけど 12% みたいな一員の人がめちゃくちゃ笑うと、もう無理だと、 12% の確率で命を投げ出させようとしてんのかと。まあそれでいろいろ映画自体は敵に勝利をするっていう形になるんですけれども、まあいわゆる僕のアパレル自体も正直言ってめちゃくちゃ言われたんですよね。このタイミングでお前よくやるなと、絶対前職残った方がいいでしょとか、こういった世界的にも大変な時期にですね、アパレルブランド立ち上げるとかどうかしてるよとか、お前には無理だとか結構言われたんですよ。コメント欄とかにもいろいろ入ってました。ただね、僕自身も本当に人生一回きりっていうのもいろいろな動画でも話してますけど、やっぱり例えばわかんないです、60で僕が死んだとして、うわーやっぱ俺一人でやった方が面白かったかもしれんなっていうふうに思うと思ったんですよ、死ぬ直前。まあ、別に前職がきつくても無理嫌だっていうわけじゃなくて、ただやっぱり自分自身の人生においてやっぱここは自分のやりたいことっていうのをもう本当に人生の大きな賭けにはなると思うんだけど、その賭けに挑んでみようということもあって、まあそのブランドを展開していくっていう形なんですよね。僕の好きな映画とちょっと自分の今の境遇というかを重ね合わせた時に 12% っていうのが僕の中ではすごく響いたので、この 12% 12% っていうブランド名にしました。言っても僕の成功する確率って多分今のままだと 12% もないと思うんですよ。ただ 12% っていうほぼ無理、10回やって1回成功するぐらいの無謀な賭けでも挑んでいきたいっていう気持ちも入ってます、この名前には。ですのでその 12% が、まあ、ブランド名は変わらないですけど 13%、14%、15% ってこう僕自身ある意味成功っていう確率が上がるように自分自身こう邁進していきたいなっていうふうに思ってはいるので、まあ、自分を鼓舞するためにもあえてこの 12% っていう可能性としてはかなり低いその数字っていうところを掲げているっていうような形でブランド名として 12% とさせていただきました。基本的には、まあ、男性メインのブランドになるのかなと思うんですが、とはいえ最近だと、まあ、女性の方でもちょっと大きく着たりですとか、まあ、いろいろなスタイリングもありますから、女性のスタイリングもですので、まあ、女性の方もですね気兼ねなく着られるようなデザインとして僕も考えて作ってます。ですので男女問わず着られるのかなと思います。でですね、どんな商品が出るんだろうっていう話なんですけれども、数型展開があるんですけれども、すごくすいません冒頭でですね、いろいろなスタイリングの選択肢を広げたいっていう話はしたんですけれども、とはいえスタンダードなものがいいかなと思ったんですよね。だから今回全部 T シャツにしました。6型かなの予定ではあるんですけれども、その6型である意味ボリューム0ですね。本当に僕自身のブランドのイントロダクションとして T シャツ6型を展開していきたいなと思います。そのデザイン等に関しては改めてまたご説明させていただくんですけれども、あとは今回ですね、やっぱり見てくださってる方がどうしてもスニーカーが好きだっていう方が大半ですので、あえてと言いますかスニーカーに寄せたようなデザインをイメージして作りました。ですので、まあ、そこも含めてですね楽しみにしていただけたらなと思います。 T シャツだけなんでスタイリングの選択肢もクソもねえじゃねえかって思われる方がいらっしゃると思うんですけれども、とはいえやっぱりこう自分自身のブランドをちょっと広めていくっていうのも、含めてボリューム0として T シャツを展開させていただきますので、ぜひ皆様チェックしていただけたらなと思います。今回はですね、まあ、改めて今度言うんですけど、ありもののボディを使いました。なんでかっていうと、後々僕のブランドは T シャツも全部作り込みでやっていきたいんですね。ただ作り込みでやってしまうとどうしてもコストがかかる。だから例えば5000円で T シャツを販売したくても、
まあ、そのコストで5000円が合わない可能性があるってなってくると、 T シャツでも例えば6500円とか7000円とかになりかねないんですよ。で、一発目のブランドで7000円ってやっぱりこうなかなかゲットしづらかったりするのかなと。なので今回は僕のこのデザインを皆様に見てほしいなっていうのもあって、あえてちょっとコストを下げてます。ゆくゆくはもしかしたら今回の T シャツの値段よりも高くなってしまう可能性も大いにありますけれども、そこもあらかじめご了承いただけたらなと思います。あえて今回は無地ボディを使用してます。そこだけお伝えできればなと思ってます。後々はそれこそ本当に作り物、ジャケットもそうですし、パンツとかシャツとかキャップとかですね、ハットとかいろいろなものを作っていきたいなと思いますし、まあ皆様にですね、本当にトータルコーディネートとして自分自身のブランド 12% っていうところをですね展開してファッションを楽しんでいただけたらなと思いますので、ここに関してはまた交互期待ということで、よろしくお願いいたします。まあちょっとざっと話しましたけれども、こんな感じです。スタイリング、サイジングっていうところを提案していきながら皆様に寄り添えるようなブランドになれればなと思ってます。まあ、僕のそのコンセプト、このブランドでやっていきたいっていうことを、まあ、今お伝えさせていただきましたって感じですかね。はい、そんな感じですすいません、ちょっとやっぱ一発目のこの自分のブランドのお披露目の動画なので、ちょっと緊張はしましたけれども、皆様のお手元に届く日を楽しみにですね今進めておりますので、気になる方はですねぜひ、まあ、コメント欄とかでもですねいただけるとすごく嬉しいです。次の動画はショートムービーになるのかな、ショートムービーかちょっとお届けする形になると思います。ですので、皆様ぜひねお楽しみにしていただけたらなと思います。以上です。多分言いたいことは言った気がする。大丈夫だかな、ちょっと不安ですけど予定としては7月末もしくは8月の上旬あたりにですね展開していきたいなと思ってますので、皆様ですね引き続きですねチャンネル登録していただいて、随時ですね 12% の情報をチェックできるようにしていただけたらなと思います。コメントもお待ちしてます。今回は T シャツだけですけども、こんなもの作ってほしいとか、こういうの期待してますとかっていうのでも本当に嬉しいです。いろいろな方のご意見を踏まえながら 12% も成長していけたらなと思いますので、何卒皆様よろしくお願いいたします。ということで皆様、最後まで見ていただいてありがとうございました。 12% よろしくお願いします。はい、じゃあ撮ります。お願いします。